康と青い武将隊、悲願の天下統一を果たし264年もの長きにわたる太平の世へと導いた徳川家康公、そして家康公を支えた徳川四天王とその家臣たちが家康公のふるさと岡崎に蘇りました。現代のエコ社会にふさわしい神聖甲冑を身にまとい、来て見て一緒に踊る来場者参加型のパフォーマンスがグレート家康と青い武将隊の特徴です。皆様との触れ合いを大切にし、家康公や岡崎の魅力を広く発信しながら、家康公が生涯かけて願った平和を心に掲げ、時空を超えてその望みを伝えていきます。ご登場いただきましょう。グレート家康公青い武将隊の皆様です。ついに掴んだ天下太平、皆の笑顔が我が宝。400年の時を超え再び燃える三河武士、我こそ江戸幕府初代将軍徳川次郎三郎家康。グレート家康公青い武装隊、さあ改めまして
ちは。お殿、あれなんで今こけるんですか。あれですか、入場の時にこけなかったからこけだめ。こけだめとかない。こけだめとかはない。こけだめとかじゃない。今ほら、はい、これ最後の最後の最後じゃない。そうですよ。みんなちょっと元気が元気がちょっと少ないんじゃないか。まあ疲れてますからね。疲れてるな。どんないですか。疲れてるなよ。じゃあもう一回聞いてみますか、皆さんの声を、はい、いきますよ、皆さんのこんにちは。はい、ありがとう。エールではないか。ありがとうさん。我らはですな、愛知県岡崎市岡崎城よりやってまいったグレート家康公青い武将隊と申します。本日は井伊直政、そして榊原康政、本田忠勝、酒井左衛門尉忠次、松本潤。違う。松本潤殿は家康公を演じている方。これ今年中しか言えないのよ。そうです。でも、はい、家康公は家康公であって家康公以外の何者でもないですから。そうです。これは喜んでおる。今なんでそんな表情されるか全く分からなかった。どういう感情なんですかね。ということで、こたび我らこの侍忍者フェスティバルの大トリを務めさせていただきます。本当に柄じゃない。もう、いつもわしらな、はい、この侍忍者フェスティバルでは、はい、最初先陣を切らせてもらうじゃない、はい、そうなんですよね。ちょっと初めての鳥だから、わしいつもと違う緊張感で、袖で待ってる時息できてなかったんです。体全身力入んないんだから。だからですか、なんかエラのあたりが動いてんの。誰がエラなの。誰が魚類だ。違います。え、いやでもね、ちょっとなんか最後の最後だからって言って、なんかいきなりかっこいいになっちゃって、なんか あれさっき MC さんが言ってたのと違うみたいなね、いうふうに思った方もおるかもしれませんけど、我らね、岡崎城に参りしておりましてね、皆のおもてなしをいたしておるという次第にございまして、今岡崎が非常に熱いんでございます。知っておるかな、はい、NHK 大河ドラマどうする家康、こちらの大河ドラマ感があるのが岡崎市なんでございます。ありがとうございます。はい、来たことある人。おるね。本当に逆にまだ来たことない人はどういうつもりなのかな。いいじゃない。いやでもね、あともう1ヶ月ないぐらいで終わってしまいますから、ね、もう大河ドラマ終わってしまうからね、今のうちに来ていただきたい、うん、そして愛知県民の方は非常にお得、はい、あさって21日から1週間愛知県民限定で半額になります。そうなんだよ。ということでね、この1週間に来ると非常にお得でございますから、ぜひ来ていただきたい。まだ引っ越しは間に合うからね。引っ越し、引っ越し、いや仕事、違う愛知県民になることも、県外からわざわざね引っ越してきてもね、多分手続きはなんやで終わる。あ、うん、きっと、あもうダメです。あ、そうか、なっちゃうと思います。半額狙いで引っ越しある、はい、ね、まあ、400円安くなるだけですからね。非常にね、全然費用対効果ないもんで、やめた方がいいと思います。あとはな、来館すると、はい、かの三英傑の来館記念証なるものがもらえるんだよな。非常にね、これまた来るだけでもお得でございますのでね、ぜひともお越しいただきたいと思います。ぜひとも。そして今日は侍忍者フェスティバルでございます。ゆえにいろんな武将隊にみんな会えたと思う。しかしもう終わりなんじゃ、ゆえにもっと会いたいなと、まだ会いたりたいなと、はい、いう方いらっしゃると思う。そんな方に朗報がございますね、小平太殿。はい、王者なんとでかいでかいもう待つに待ってたね。でかい、これは大きな声で言わねばなりませんよ。声を大にせよ。参りますよ。さようじゃ。違う。もういいのよ、そこは。それじゃない。内容お知らせないよ。内容でございます。お主の栄光がいいのよ。したる12月の10か10かちょっと栄太、もう栄太絡まっておるが、なんかわし、プリゾンしてませんか。11と書いて10日というんじゃな。いや、知ってます。皆さんより知ってます。ごまかすな、知っとった、みんな。はい、参ります。12月の10日、はい、全国武将サミットの開催じゃ。武将サミットと言いましてね、我らが拠点としておる岡崎公園に再び武将隊をうわーっと集めまして、大きな宴をやろうって、そういう催しなんでございますよね。左衛門尉殿、これでもたくさんの隊が集まるということはやっぱりお高いのかなと。こたびだけ特別に無料。いや、こたびだけじゃないんですけど、ずっと無料なんですけど、無料なんじゃ、なんと入場無料でございます。ぜひとも
12月10日岡崎公園の二の丸能楽堂、そして周辺でもねいろんな催しやりますから、ぜひともそちらに足を運んでいただきたいと思います、はい、わしらそして稲姫のね6名でお待ち申し上げております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。やはりさっきもかっこいいの見せましたけども、我らもう最後大トリは盛り上げて終わらねばいかんということで、もう一曲ねえかっこいいかつみんなで盛り上がれるあの曲いきましょうよ。ね、帰るか。よし、みんな今帰るなよ。今帰る人いる？そんな人おる？今はないだろ。もう終わるんですよ。え、おらんですか？なんかあの下山しとるものとかおるの？いやいやいや、あと15分で終わるんだから。大丈夫。ね、大丈夫。我慢して。あと1曲だけ頼むから。よかったです。では参ろう。新武士総のいざ出陣。
ジャーフェスティバル間もなく終演を迎えまする。我らの演舞はこれにて終了でございますが、この後はフィナーレ、うん、こちらもございますゆえに、ね、最後までじっくり楽しんでいってくださりませ。では勝ち時は最後にとっておいて、うん、我らの掛け声にて一旦この演舞締めとさせていただきます。お親指を拝借。お、さあここからはなんと丘の上の者たちいっぱい見えてるよ。ねえ、見えてないと思ったかな。最悪辛辣辛辣で親指も簡単でござる、はい、殿が徳川とおっしゃったらイエーイヤス、これを大きな声で言うだけ。恥ずかしくないぞ。恥ずかしくない、恥ずかしいと思ってますらやったことない。そうですね、うん、もう恥を全部忍んでやってますから恥ずかしいと思ってるじゃんそれ。もう慣れました。はい、行きましょう。恥ずかしかったんだ。さあ元気よくやるぞ。親指を拝借。はい、全員だぞ。行くぞ。徳川イエーイ。ありがとうさーん。